二代目、小野江黒衛門1月22日平成16年3月28日は、昭和時代に活躍した歌舞伎役者、俳優。野号は、音羽屋。六代目、小野菊五郎の長男。本名は、寺島清明。六代目菊五郎とその目掛けであった千代との間に、生まれ、生後感もなく菊五郎の精細、安子のもとに引き取られる。そこで、 菊五郎の養子であった七代目、尾上エバと実の兄弟として育てられたという。大正15年5月、市村座、スケロクの福山の担ぎで、初代尾上エウを名乗って初舞台を踏み、昭和15年10月、歌舞伎座、対面の五郎で二代目、尾上黒ク門を襲名した。昭和24年7月、父、菊五郎が病死し、その門弟たちが、 尾上菊五郎劇団を結成するとその理事となるが、間もなくアメリカへ留学する。帰国後、歌舞伎のほか,かくて自由の鐘はなるで、福沢諭吉役を演じるなど、映画、テレビドラマにも出演していたが、昭和44年に脳出血で倒れる。その後、アメリカに移住し、ハーバード大学、コロンビア大学などで演劇を教え、歌舞伎の普及に尽力した。 平成元年の歌舞伎座出演が最後の舞台、ハワイで肺炎のため式をした82歳ボーツ、ありがとうございます。